ま、こんなもんさ。敵だったとはね。クラトスのことかい？ええ、確かに知りすぎているとは思っていたけれど、俺たちが馬鹿正直に再生の旅なんてしてるのを横で小馬鹿にしやがったんだ。そうかしら。彼の言葉、特にロイド、あなたに対する言葉には優しさのようなものを感じたのだけれど。あいつが？冗談だろう。でも確かにアスカードの牧場でエクスフィアの製造を見た私たちにあいつがかけた言葉は、クルシスの血も涙もない天使たちの仲間とは思えなかったよ。じゃああいつはどうしてコレットを連れて行こうとしたんだよ。わからないわ。そうさ、おいしゅ、何を怒ってるんだ？墜落したことに驚いてるのではなくて？そうか、ごめんな、ノイシュ。謝ってるじゃないか。もういいよ、お前の今日の夕飯は抜きだからな。まずまずの勝利ね。これなら楽勝だな。
テーセアラってすごいね。シルバラントじゃ見たこともないものがいっぱいあるよ。繁栄世界というだけのことはあるわね。でもこちらの世界が繁栄している限り、シルバラントは衰退し続けるのよ。あ、そうだったね。でもさ、一体どうしてそういう仕組みになっているんだろう。そうね、それは興味深いテーマだわ。
危ないわね。何バーッとしてるのよ。まあまあ抑えて抑えて、そこのクールな彼女。待ってろしてるのがお言葉をかけてくださったのに、なにこの子。お祭りでもないのに天使様の仮装なんかして、信じられない。なんだって。よせよせジーニアス、あの人の家には鏡がないんだよ。なんですって、バカな子たちね。まあまあ落ち着けって。君って笑ったら、やーゼロ様のあった。ひゅー、驚いた天使。あんた、野郎はどうでもいいや。嫌なやつ。おお、人に名前を尋ねる。あ、ロイドの真似っこ。人が言ってる。